ホランド人オリエンタルマシンです。イエーイ、イエーイ、明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。ずいぶんしばらくぶりの更新になります。2009年ですね。去年だったんですけれども、アルバム出したりとかシングル出したり、まあ、ヘイヘイレディオと、一緒にやったりとかしたりした、シングルとか出したりしたんですけれども、どうですかね。去年時のなんていうんですか、総括と言いまして言いますか、感想といたしました。どんな年でした、2009年というのは。まあいい意味で、まあ、善と多難みたいな感じですね。善と多難、はい、なるほど、うん、善と多難。結構あれですよね、ライブもそんなにねたくさんやったってわけでもなかったし、そう、あとまあ動機になっていろいろこう慣れない部分最初あったりとかしたんで、うん、うん、まあすぐ慣れましたけどね、うん、結構まあ前半は結構こう何ていうかこうそれに馴染むためのこうライブっていう意味合いもちょっとあったような感じがして、それがだんだん結構ね5月とか6月ぐらいになってきて、割といい感じになってきて、ね、まあそれと前後してレコーディングやったりとかしましたが、うん、どうですかね、前半を見てみて、リズム隊のお二方は 全体というか前半というか、そのあ去年そう1月から例えば6月ぐらいまでの間、去年の、そうそうそう、去年でもまあ奈良ヤンが加入したのは一昨年の年末なんですけど、うんうんうん、レコーディングとかはね、そういう具体的な活動はやっぱり奈良ヤンが去年は初めてで、特に前半はプロモーションビデオとかも奈良ヤン初めての経験で、うんうん、で、まあ、ライブとかも動機も導入しつつだいぶね慣れてきたっていうか、バンドもだいぶそういうのに馴染んできたから、うんうんうん、今年をもっとこうもっと芳醇な感じでね、うん、それをより活かしていければなっていう感じですかね、うん、総括と抱負としては、うん、前半はね結構ねそうやってドラム的にもね、やっぱこうクリック聞きながらやっぱライブするのっていうのは多分こうおそらくバンド始めてから初めての経験だと思うけど、うんうん、結構大変だったと思いますね、それはね、旗から見ててもまあみんなでも一緒ですもんね、それはね、まあね、うん、まあみんなを結構初めてなことをやったから、そうね、結構どうなるんだって分かんないところにハードル設定したけど、みんなでまあよじ登ってなんとかこうそしたらまあ案外早い段階でよじ登って、じゃあそっから何するかっていう感じだった前半。そうね、レコーディングがほとんどメインな作業だったけど、レコーディングもうまく終わってこう結構先がちょっと後半が見えたかなっていう感じはしました。そうね、うん、なんかこう6月、1月から6月までそうやってなんか過ごして、で、まあ、いよいよ夏のフェスとかになってサマソニックとか出たりとかして、結構ハラハラドキドキのサマソニックだったけど、ね、なかなか経験しないような時間との戦いっていう、ライブというよりも結構時間との戦いみたいな感じになったところがあったりとかして、あれはなかなかスリリングで楽しかったなっていう、最終日 の名古屋なんかね、すごいライブになったもんね、あれいろんなものを通り越していったからなんか変なテンションになって、うん、売れっ子みたいな感じで、うん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 、なんか心境だけね、心境だけ、そうそう、忙しく忙しさだけはみたいな感じで、うん、まあでもそういうのやってね、ワンマンやって、ワンマンなんかもう本当どうなるかっていうようなね、ハラハラドキドキでしたよね、確か蓋開けるまで何も分かんないみたいな、いざね最終日 のリキッドとかやったり、11月のリキッドやったりとかするともうすごいね、結構温かく迎えてくれてすごいこうちょっと俺感極まったんですよね、あれね、うん、結構やっぱすごい嬉しかったね、ありがとうございました、あれ本当ありがとうございましたっていう感じですね、うん、まあそういうね、それをこう経てまあ年末ちょこちょこ年末ぐらいからかなりライブをたくさんやり始めて、なんか要するに結構去年の末の方っていうのはこう今年に向けてのなんかこうホップステップじゃないですけど、なんかそういう感じのね、うん、助走的なニュアンスがあったっていうような感じがしますよね、今年は結構ねもう頭からこうがっつりがっつりとライブたくさん入れてやっていこうかなって思ってますね、それを踏まえて久しぶりのあれの再復活というかあれですよ、あれ久々ですね、久々ですね、何がですか、あれって何ですか、僕言っていいんですか、あどうぞ、ですね、2月のから
7月までに、はい、台湾形式で、うん、下北沢のシェルターで、はい、行います、僕は加入してから初です。オリエンタルコンクール。お、入りました。入ったと思う。今ここら辺でドーンってこう。いやでもすごい久しぶりですよね、こう自習企画のそのイベントっていうのはね。昔よくねやってたんですけどね、一時ちょっと、何が最後は一昨年ぐらいが最後だったのかな、多分ね。ユニットのやつ、ユニットのね、テロンスやったやつが結局最後っていうような形で、ね、それからまた久しぶりの再復活ですね。いやなんかこれは結構嬉しいですよね、なんか久しぶりやってね。しかもマンスリーでやれるっていうのはね、結構、しかも対バンっていうか、その毎回毎回ゲスト呼んでね、自分たちがすっげえかっこいいな、すっげえかっこいいなって思ってる方々にこう熱烈にオファーして、ね、それでこうお受けしてくれたっていうのはやっぱちょっとこう嬉しいなっていうのがありますね。スケジュールをちなみに発表すると、奈良さん、はい、2月、あ、これも台湾のバンドさんも言っちゃっていいですか。どうぞどうぞ。2月18日はに、ジョンズゲリラさんと、はいはいはい、ジョンゲリで、3月18日が、モニカ・ブラウングラスと、お、あれ5人だで、4月15日が、キビズモグラフィコ5と、はい、素晴らしいですね。キビズモ、そうですね。で、5月から7月っていうのはお楽しみに、お楽しみに、まあね、決まりつつあるんですけれどもね、素晴らしい、またゲストの方々がたくさん来るので、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。今回ね、すごいこう、なんちゅうかこう、前はね、結構こう3バンドとかでやったりとかしてたことが多かったんですけど、今回もガッツリもう、なんていうの、タイマンね、もうタイマン勝負。いやー、ね、楽しみですよ、すごい。絶対ね、かっこいいイベントになるんで、ただの、要するにそのライブイベントにはしたくないなってちょっと思ってるので、なんかいろいろこう、何かを練ろうかなってちょっと今のうちから考えております。いろいろグッズ等々を含めてね、それはちょっと今からというか、もう随分6割7割ぐらいは考えてるんですけれども、それはあと実行に移そうかなと思っておりますので、絶対来てください。かっこいいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとね、そうですね、あとはあれだ、僕たち実は通販をね、実はやってるんですけれども、またこう新しいグッズといいますか、今こう奈良君と僕は着ております、この T シャツね、この T シャツ、このレインボーカラーですね。おしゃれ、すんげえおしゃれ、これかっけー。そう、これをね、ちょっとこうグッズ販売しようかなと、通販でねやろうかなと思っておりますので、ぜひぜひこれを着てね、2月の18日 の, オリエンタルコンクールの第1弾に来てくれると嬉しいなと。その他もろもろ昔 の旧作 の T シャツだとかタンバリンとかタオルとかね、扱っておりますので、よろしかったら来てくださいということで、ボラ TV、これ第何弾になるんだろう、OK、4、5弾ぐらいですよ、ね、この画面の上の方に何回って、そうそう、その回数だと思います。その回数、まあ、今後もぼちぼちね、ライブやったりとか、そのオリエンタルコンクールの様子とかもね、ちょっとこうアップできればいいかなと思っております。じゃあ皆さん、ぜひオリエンタルコンクールでお会いいたしましょう。それではさよなら。さよなら。ホームページも見てね。ブログもツイッターは、ツイッターやんないフェイスブック見てね。フェイスブックやってるの、昨日一応登録してみた。